こんにちは。ですね、エクスプレイングエクスプレインの第2回ということで、前回19回ですかね、の勉強会の時に、第1回の前のスプレインってなんやねんという話は、されたと思うので、まあ、その続きを、私の方からさせていただきたいと思います。で、ちょっと簡単に自己紹介させていただくと、私は TIS という会社に所属しておりまして、まあ、SIR なんですけれども、個人的にはですね、7、8年ぐらい前から、まあ、データベース全般をやってまして、オラクルとか DB2 とか SQL サーバーとかに、まあ、苦しめられてきた感じなんですけども、ここ1年ぐらいですね、まあ、最近オープンソース流行ってるんで、まあ、Postgres とか MySQL のまあ、社内に利用推進していこうというような活動をやってまして、その一環としてポストグレスの方の、まあ、こういった、勉強の方をさせてもらっていますということで、簡単な自己紹介でした。で、前回、クスプレインの、まあ、序章みたいな話はしているので、まあ、今回はですね、ポストグレスのエクスプレインを実行したときに、まあ、いろんな演算子が出てくるので、そちらの演算子というのをまあ、一通り、まあ、簡単じゃないかもしれないんですけども、紹介していくといった形で進めます。ですね、私自身もあまり上級者ではないので、中級者向けなコースになるんじゃないかと思いまして、まあ、その次のあと2つのネタが濃そうなので、まあ、軽い気持ちで聞いてください。で、まあ、ここ前回ちょっと触れてたかもしれないんですけれども、一番簡単なシーケンシャルスキャンというところから、お話ししていきたいと思います。このシートはですね、エクスプレイングエクスプレインの、まあ、そのままのシートを引用しているので、右肩に、実際にエクスプレイングエクスプレインの、何ページ目のシートなのかというのが、書かれているので、まあ、原本とかも見ながら、参考にしてください。でシーケンシャルスキャンは、まあ、一番簡単な、スキャン方法で、まあ、こういったセレクト文を書いたときに、まあ、なんですかね、条件に合うレコードっていうのをひたすら舐め回します。舐め回して検索しますというパターンです。で、まあ、簡単に説明を補足すると、まあ、テーブルを、まあ、インデックスがあろうがなかろうが関係なく、テーブル本体を先頭から最後まで、まあ、舐め回して、で、必要な行を探すっていうのがシーケンシャルスキャンです。で、検索条件に、まあ、合致するインデックスがそもそも作ってない場合とかは、これで、検索するしかありません。で、インデックスが使えた場合でも、対象の行がすごく多い場合、例えば10万件ぐらいのテーブルでもう、5万件ぐらいヒットしちゃうような検索条件で検索する場合は、インデックスを使ってもあまり効率が良くないので、こういうシーケンシャルスキャンを選択するというパターンもあります。で、この辺はですね、オプティマイザーがコスト計算をしてですね、どっちが速そうかなというのを推測して選ぶという形になります。で、シーケンシャルスキャンの、まあ、コストなんですけど、さっきのページで、コストイコール0から87.47って出ているところがあると思うんですけど、まあ、87.47 っていうのがこのセレクト分をオプティマイザーが解析したときにこれぐらいのコストがかかるだろうと推測した値になっています。で、シーケンシャルスキャンの場合どういうふうにこのコストを計算しているかっていうと、四角で囲っているところなんですけど、ディスクの IO コストと CPU コストの足し算になります。で、ディスクの IO コストって何でしょうっていうと、そのテーブル、今回は全部舐めなきゃいけないので、全ページ数をシーケンシャルページコストっていう定数をかけたもの。それで、CPU コストっていうのが、テーブルの全行数を、その検索条件にヒットするか、評価していかなきゃいけないので、そういう CPU のカプルコストとベータコストっていう定数を掛け算して、でそれを合算していくという計算式になります。で、テーブルの全ページ数とかテーブルの全行数っていうのは、アナライズをした時の PG クラスっていうところに、統計情報っていうのが溜まってるんで、まあ、そこの、値を使います。
レルページスとかレルタブルズっていう値があるんで、そこを前澤君は使うということになります。で、CPU のページコストとか CPU タブルコスト、CPU オペレーターコストっていうのは、それぞれ定数なんで、デフォルトだとまあ1とか 0.01 とか 0.0025 って値を使うんですけども、この辺は設定ファイルとか、まあ、ソースに直書きもされてたりするんで、実は変更したりすることもできます。で、その次なんですけど、インデックススキャン、これはまあ割と一般的な、スキャン方法だと思うんですけども、まあ、ちゃんと、使える作品を使って計算をしようという場合です。この場合はインデックススキャンという演算子がエクスプレインの結果に表示されます。よいしょ。でインデックススキャンのまあ補足説明なんですけども、ですね、まあ、簡単に言うと、ID 列のインデックスっていう、まあ、これがインデックスが作られてて、まずは、さっきのウェアアクで指定した条件にマッチする列がある、あ、行があるかっていうのをインデックスを使って、検索していきます。で今回の場合なんか11とか45っていうのがヒットしたとすると、その、インデックスの中に実際にテーブルのどの位置にその行があるかっていうのを、ポインター持っているんで、それを使って必要な行だけアクセスするという形になります。なのでインデックススキャンのコストっていうのは、まあ、インデックスをなめるコストと、テーブルをなめるコストの足し算になります。で、インデックスをなめるコストは、必要なページ数かける、シーケンシャルページコストっていうのを掛け算なんですけど、テーブルはさっきのシーケンシャルスキャンと違って全行をなめる必要はないので、まあ、実際に、検索対象との必要な行数分だけの掛け算になります。で、じゃあここで必要行数ってさっき書いたんですけど、これで何ですかっていうと、まあセレクトでレアクで、検索条件を指定すると、まあ、その検索条件を満たす行数になります。で、例えばこのインデックススキャンのエクスプレインの例でいくと、ローズ1っていうのが出てると思うんですけど、この場合はこの OID=1 っていう検索条件で1行ヒットするだろうとオプティマイザーが判断しているということになります。はい。でですね、要はですね、プランナーオプティマイザーが、テーブルの統計情報からその指定された検索条件でどれぐらいの行がヒットするんだろうというのを推測して、計算に使っています。で、さらにですね、必要行数っていうのは選択度×テーブル行数ってなんか何やっとしかなってくるんですけど、こういう計算で、求められます。で、選択度についてはちょっとまた説明しますけれども、まあ、対象のカラムの統計情報を使って計算します。で、この辺の情報は pgstats とか pgstatistic っていう統計情報、これアナライズコマンドを実行したときに収集される情報ですけれども、そちらを使っています。で、選択度についてなんですけれども、結局ですね、選択度っていうのは、その、必要としているカラムがそのテーブルの中にどれぐらいの確率で存在するか、出現するかっていう割合だと思ってください。で、計算方法っていうのは2通りポストグレスではあります。まずコモン値っていうのが、1つあります。コモン値っていうのはそのテーブルの中で指定された値がものすごくたくさん重複して存在する場合、すごく頻度が高く存在する場合っていうのを、代表的なものをですね、実際にピックアップしておいて、で、直にそのこの値だったらどれぐらいの選択度というのを持っているのがコモン値になります。でこれ 9.0.3 のマニュアルからちょっと抜粋してきたんですけども、例えば、pgstats の、テーブルの中から、tenq1 っていうテーブルの、アトリビュート、カラム名がストリング1っていうカラムにどんな値が入っているかっていうのを、実際表示してみたら、こういう、most common varus と most common flex っていうところに、それぞれコモン値の値と選択度っていうのが格納されています。で、これは先ほども
説明した通りアナライズコマンドを実行したときに、収集している情報になります。で例えば、MCAAAA という値がこの場合だと 0.003 という、度合いで出現するという、値になっています。で、まあ、実際にその値が入っている出現頻度がこういうふうに分かっているので、古文値の場合、古文値を指定した検索の場合はこれをそのまま使えばいいじゃんということになりますので、例えばさっきの MCAAAA というカラムをウェアクで検索した場合は、この 0.003 というのにテーブルの全行数1000行というのをかけて、まあ、3行ぐらいあるんじゃねっていう計算をしているということになります。はい。で、先ほどのやつはすごい代表的なものすごく出現しそうなやつを集めたやつなんで、全てが古文値ではないので、それ以外の値っていうのは全てを格納できないので、こういう、ヒストグラムという形で持ってます。で、その古文値を除いた行数が、大体均等に出現するだろうっていう仮定のもとに、決めてます。で、さっきのマストリング1というところが、まあ、大体件数が均等になるようにっていうので、こういったヒストグラムバウンズっていうカラムに、まあ、均等になるとしたらこういうぐらいの範囲かなっていうので、値を入れていると。でこれをもとに、まあ、大体その条件だったらこの範囲だからこれぐらいの件数がヒットするんじゃないかっていうのを推測して使っているという形になります。はい。で、なのでポストグレスはこういう古文値と非古文値っていう、2種類を、統計情報の中に持ってて、まあ、これを大体どれぐらいの、行がヒットするのかなっていう推測に使っているという説明でした。はい。でまた本筋に戻りまして、今度はビットマップスキャンのお話です。でビットマップスキャンは、ポストグレスの 8.1 から、まあ、追加されたスキャン方式になります。でビットマップスキャンの、まあ、簡単な説明なんですけれども、まあ、簡単に言うとインデックスを使って、検索効率を高める、方法で、インデックススキャンよりももっと効率を高めましょうということで、特に、OR でつないだような条件検索に効果が大きいと言われています。例えば、ウェアークで、ID1 っていう条件と ID2 っていうカラムの条件を OR でつないでいるようなパターンをちょっと例にしてみますと、ビットマップスキャンだと、ID1 に貼ったインデックスと ID2 に貼ったインデックスっていうのを1回ビットマップっていうところに、メモリ上に持ってきて、でメモリ上でそのインデックスのビットマップ同士を OR 演算して、本当に必要な行だけをテーブルアクセスして引っ張ってくるとというなやり方ができます。でこれがないとですね、要は 8.0 までのポストグレスですと、まあ、インデックススキャンとかを使うと思うので、最終的には必要じゃなかったようなテーブルの行まで持ってきちゃったりとか、そういうちょっと効率の悪い部分があったので、その辺が改善しているというふうに言えます。はい。でビットマップスキャンの中で、まあ、補足なんですけれども、そのさっきのビットマップっていうのをどこに作るかっていうと、作業メモリ、の中にそのビットマップ表っていうのを動的に作ります。でその作業メモリっていうのは、あのPostgreSQL conf の中にワークメモっていうパラメーターを設定してると思うんですけれども、そこで設定されているサイズが、作業メモリとして取られます。でまあ、通常だと多分1メガとか切られているような気がします。で、通常ですと、ビットマップに、その検索条件の対象となる行がのビットマップがこう通常モードっていう形で左側に書いているような形で、この行が当てはまらない01っていう形でビットマップ表が作られていくんですけれども、この形でやると大体1メガバイトで500万行分ぐらいのビットマップしか作れないはずですと。なので、テーブルが大きい、対象のテーブルが大きいものになると、収まらない
ものも出てくる可能性があります。そういうことなんで、ワークメモに収まらないサイズになっちゃった場合は、プランナーが動的に、ロジーストレージモードっていうものに移行するようになってます。でこれはですね、さっきの通常モードですと行1個1個に対して0、1っていうビットマップを立ててたんですけど、ロジーストレージモードっていうのはページ単位でざっくりとこのページにあるか、このページにあるかっていう形で、行単位がページ単位に粗くなっているということで、まあ、コンパクトになるんで、64GB まで、その1メガのワークメモで収まるようにできちゃうんですけど、当然ながらその取った後に、ページの中に複数行入ってますんで、必要な行がなのか不要な行なのかっていうのをまた振り分けしなきゃいけないということで、まあ、ちょっと効率は悪い。そこから大きなデータを扱えるという形になっています。でこの場合、まあ、こういうようにですね、まあ、ワークメモのサイズっていうところも一つ、チューニングのポイントだったりするので、まあ、覚えておいて損はないかなと思います。でスキャン方式の、中で、TID スキャンっていう演算子の話にいきます。で TID スキャンっていうのは、カラムタプル ID っていうやつで、ここの例だと、ウェアクのところに CTID っていう、条件を指定していると思いますが、これはですね、どうやら隠し属性なのかなと思うんですけど、普通セレクト文で検索すると出てこないんですけど、ちゃんと CTID っていう列で、書いてやるとちゃんと表示されます。でこれは多分オラクルでいうロー ID のことなのかなと思うんですが、まあ、要はその行の、位置をもう物理的にバスルと、直接指定しているような ID が、TID ってい いうものだと理解しています。で、まあ、当然ながら、物理的な情報なので、これを指定して検索すると早いという話になります。っていうのが、まあ、こういう話なんですけども、まあ、作品とかで、よく、作品を貼った時にキーの値とこの TID っていうのをセットで守っているというイメージで、作品を検索するとそのキー値で必要な TID を特定して、その TID で、表の実際のブロック位置と、何番目の行なのかっていうのを、まあ、特定しているというような保有方式を取っていることになります。ただまあこの、TIE というのは、結構内部的な値なので、レコードが更新されたりとかバキュームで、移動させられたりすると変わっちゃうんで、まあ、あまりアプリケーションから直接この TID を指定して検索するっていう、まあ、ケースは少ないんじゃないのかなという気はします。ここまでが一通りスキャンの、お話でした。でここからは、ジョインの話になります。でジョインの話は、まあ、ホストグレスは大きくネストループと、マージジョインと、ハッシュジョインという3方式があります。でそれぞれ説明していきたいと思います。まずネストループなんですけど、これは、まあ、一番簡単な、入れ子ループってやつですね。で、まあ、エクスプレインで実行するとこういった形で出ます。でちょっと分かりにくいんで簡単に説明させてもらうと、まあ、ネストループは一番簡単な結合方式なんで、絵を見てもらうと外側のテーブルと内側のテーブルがあった時に、外側のテーブルのレコードを一件一件舐めながら、それに相当する行を内側テーブル総当たりで探しに行くというような形になるんで、まあとりあえず簡単なんですけど、テーブルが当然でかくなるとものすごくコストがかかるということで、まあ、大体片側のテーブルがちっちゃいとか、内側のテーブルも、インデックスがちゃんと貼ってあるとか、そういったパターンでないと選択されないと思います。でちなみに、まあ、MySQL とか僕触ってたりするんですけど、 MySQL だと多分このネストループしかなかったような気がします。で、まあ、そういったのを動的に選べるっていうのは Postgres の強みかもしれないと思います。はい、でもうちょっと、工夫してやるのがマージジョインになります。で、とりあえずエクスプレインだとこういう形で出ますっていうぐらい止めておいて、
実際にどんな形でやるかっていう説明なんですけれども、ネストループと何が違うかというと、外側のテーブルと内側のテーブルを事前に結合キーでそーっとしておくっていうところが違います。で、この例だと、外側のテーブルを結合キーでちゃんと並べ替えてます。で、内側のテーブルも並べ替えておきますっていう事前処理をやって、で、そうしておくと、外側のテーブルを一件ずつ舐めていくと、舐めながら内側のテーブルをこう総当たりで探す必要がなくなるんですね。例えば外側のテーブル2番に相当するやつっていうのを検索する、内側から探そうとするときに1、2ってどこまで検索したらそれ以降探さなくていいよねって分かりますし、その後じゃあ4探すってなったときにさっき1、2まで探してるから、3から始めればいいじゃんというような形で、何回も何回も内側のテーブルのループを回さなくていいっていうところが、まあ、さっきのネストループより優れているところになります。ただ、ネストループより必ず早いかと言われるとそうじゃなくて、まあ、事前にちゃんと並び替える必要があるので、相当のコストが、早く終わるかっていうところがポイントになってきます。で、最後3番目のハッシュジョインっていうお話です。で、こっちはですね、まあ、エクスプレインはハッシュジョインっていうふうにこう表示されます。で、ハッシュジョインの説明なんですけれども、これはですね、これも事前に、処理が走りますと。で、内側表のハッシュ表ってものをメモリに一旦最初に全部作っておきますと。で、以降その外側テーブルにの結合キーにマッチするデータがあるかどうかっていうのをハッシュ表、メモリ内のハッシュ表で全部検索するようにするので、この検索自体は早くなると。で、まあ、当然ながら、ハッシュ表を作らなきゃいけないんで、事前にこういう初期コストがかかるっていうのと、あと、ハッシュ表自体がまたさっきのワークメムっていう一時メモリのところですねの領域に収まらないと、性能が悪くなっちゃうんで、まあ、サイズとその初期コストの、兼ね合いでネストループより早いかっていうところが決まってくると思います。で、ちょっと3種類、説明したんで、ちょっと簡単に試してみましたという例なんですけども、アカウント表っていう100万件のテーブルと、ブランチーズっていう、まあ、10件のテーブルをちょっと用意しまして、で、それを単純にジョインしたスリットを、エクスプレインしてみましたという例です。で、最初はまずハッシュジョインがこの場合は選択されました。で、コストのところを見てもらうと、まあ、617.37 っていうのが出てると思うんですけど、その内訳を見ると、ハッシュっていうところにブランチのテーブルをシーケンシャルスキャンしながらハッシュ表を作っている部分が出ていますと。で、それをハッシュ表を作った、ハッシュ表に対して、アカウントテーブルをこうジョインしていくという、仕組みになっているっていうのが分かります。で、とりあえず今回の場合はハッシュ表が選択されるんですけど、まあ、試しにですね、ハッシュ表を使えなかったらどうなのかなと思って、ハッシュ表のセットイネーブルハッシュジョインっていうパラメータを、強制的にオフにして選択をしないでくれっていうことにして、実行してみたのが2番目の真ん中の例です。で、そうすると、マージジョインが今度は選択されました。ただまあさっきよりやっぱり遅いですね、コストが大きくなってます。で、内訳を見ると、やっぱりその相当にすごいかかっていると。で、特にそのアカウントテーブル100万件のテーブルを今回、ジョインキーになっている BID っていう列で相当するのに結構かかってて、トータルコストが1922のうちの1791が相当とかになってるんで、1765かぐらいになってるんで、まあ、相当でやっぱり結構かかってますねというのが分かります。で、さらに、マージジョインすら嫌だという場合は、セットイネーブルマージジョインをオフにすると、まあ強制的にネストループしかなくなっちゃうんで、ネストループが選択されたのが一番下の例になります。当然ながら、一番コストも高くなってますが、まあ、注目するのはコストの初期コストの方がネストループだとゼロだということで、マージジョインとハッシュジョインは一応初期コストがかかってましたというところがちょっと違いますが、まあ、トータルで逆転しちゃってるんで、まあ、このケースだとネストループはあまり良くなかったということだと思います。はい。
ここまでがとりあえず、ジョインのお話をさせてもらいました。でここからがそれ以外のスキャンとジョイン以外のいろんな演算子の説明になります。でまずリザルト演算子なんですけど、これはテーブルを使わずに、結果が得られる場合にこういうのが出るということなんですけど、あんまりこう有効なケースが思い浮かばなくて、サンプルも特にないですと。これスルーさせてもらいますと。はい、で相当なんですけど、相当はまあよく使いますよねと。で、まあ、この例の場合にセレクトした結果をオーダーバイで並べ替えるというのがまあ普通に考える相当です。それ以外にも暗黙的な相当っていうのがユニークとか相当マージジョインとか、さっきあのマージジョインの説明で出てきたんで分かると思うんですけど、これオーダーバイとかしなくてもマージジョインの時に勝手にあの中で相当とかしてるんで、その時に相当っていう演算子が勝手に出てきますというので、これが暗黙的な相当っていうお話で表現されているんだと思います。で相当なんですけど、ですね、まず基本的には検索した結果を、オーダーバイで例えば相当するといった場合に、ワークメモの、作業メモリ上でメモリ上で相当しようとします。まあ、それが一番早いので、でこれはクイック相当でやります。それならディスク IO がまあ発生しないんでメモリ上で完結すれば一番これが早いですが、例えば何十万件とかヒットするような、検索結果を相当したいとか言った場合にメモリに収まらなくなってくるケースがあるんで、そうすると、まあ、クイックソート使えないんで、マージソートっていう外部ソートを使う、アルゴリズムに切り替えるようになります。で、クイックソートの例が下の図の左側、全部対象データをメモリに乗っけてソートする。で、右側が外部ソートの例で収まりきらないので一部一部切り取りながらメモリに乗っけてソートしてまたディスクに書き戻してっていうのを繰り返していくっていうような処理なんで、まあ、見たからにクイックソートより遅いですねっていうのが分かります。で当然ながらワークメモのサイズでここは決まるので、この辺チューニングポイントにまたなると思います。それでちょっとだけサンプルなんですけど、まあ、今回 PGBench Accounts というテーブル、これ100万件ぐらいまた入れてるんですけど、まずはデフォルトのワークメモ1メガだと思うんですけど、で、オーダーバイで相当してみたら、相当のメソッドのところにエクスターナルソートっていう、表示が出ます。これが、外部ソートをやったっていう証拠になると思います。で、この場合ですね、PostgreSQL Conf のログ、添付 P ファイル